どうもじゅんじゅんです。ということで今回は1万5000円前後のベストイヤホンかもしれない F1 Pro をご紹介していきたいと思います。ということで今回はイヤホンケーブルで有名なナイス HCK から登場しているイヤホンをご紹介します。こちら結構前から話題の平面駆動ドライバーを積んだイヤホンになっていて、最初に言ってしまうと音質がバチバチにいいです。あとはまあ FPS で使うのならば上下階層の激しいバトロワにはあまり向かないんですけど、音の方向を絞りたいみたいなタクティカル系の FPS バロとか CS との相性はなかなかいいんじゃないかなと思います。早速紹介していきましょう。まず価格が Amazon で1万5000円ほどとなります。まあ、ミドル価格帯のお値段かなと思いますが、デザインとしてね金属筐体になっていて、独特のやっぱねメタリックな光沢があります。ちょっとまあカラーリングはねブルーというかドラえもんみたいな言われてたんですけど、独特のカラーリングなんですが、やっぱ金属ってね角度によってこう色味が変わって見えたりもするので、その辺もね高級感につながる結構いいポイントかなと思います。あのキーボードのアルミニウム筐体と一緒の素材感ですね。その点もこうデスクとの相性はいいかもしれないです。個人的にはこの色味好きなんですけどね、まあ嫌いな人もいるでしょうね。あとやっぱりイヤホンケーブルのメーカーなので、ケーブルも非常に高級感があってなかなか悪くはないです。まあ、あのこだわる人は全然あのケーブル変えてもろうてって感じなんですけども、アリエクで売ってるね 5,6,000円のこうアップグレードケーブルみたいのがあるんですけど、そっちの方がまあケーブルに関しては音の評判が良かったりします。まあ、買おうとしてる人はアリエクを検討してみてください。で Amazon の方ですね、こちらだと 3.5mm と 4.4mm のバランス接続が選べるようになっております。この辺はまあお使いの機器に応じてって感じで、で中にはですね 14.2mm の平面駆動ドライバーを搭載しております。一応 F1 Pro っていう名前なんですが、その前に F1 っていうイヤホンがあったんですよね。そこからの改善策になってるっていうところで、結構これ音作りがね他の平面駆動ドライバーよりもちょっと変わった音作りになってます。まあ、早速音質のお話からしていこうと思うんですが、価格1万5000円ぐらいなんですけど、正直個人的にはファイナルの A5000?4000?まあ、同価格帯のねファイナルのイヤホンがあるんですけど、あれともうほぼ同等、音質だけはマジでお値段以上です。で音場の広さ的にはさっきも言ったんですが、そこまで広くなく、まあ、狭くなく普通ぐらいの音場の広さです。 SE215 よりは広いかな。ただまあ上下階層の音に関してはこの前紹介した MA Pro 10とかの方が全然広かったりするので、さっきも言ったんですけど上下階層が激しいゲームとの相性はそこまで良くないかなとは思います。で音のバランス、音の傾向に関しては弱ドンシャリーと呼ばれる低音と高音が少しだけ聞こえやすいタイプのイヤホンになってます。まあ、個人的にいろんな音楽聴いた感じ、スピーディーなロック系の曲だったりとか、あと夜遊びとか和楽器バンド、これも良かったんですけど、まあ、女性ボーカルだったり結構ねキレのある音楽っていうものとの相性が非常に良かったかなと思います。まあ、まず高音域に関してはやっぱり金属筐体っていうのもあって独特のね響き方があります。前にもアイコーの OH10S っていうのを金属筐体のものを紹介したんですけども、やっぱそことね似たシンバルの独特のねこう抜けていく綺麗なね響きがあるんですよ。ここが結構個人的には金属筐体で大好きなポイントで、一曲一曲にね華やかさが増すのがね個人的に好きなんですよね。でただここね高音域が刺さるところまで行っちゃってるわけではなく、程よいとこでちゃんと抑えてくれてる、そこまで強調しない音作りがされてるんで、まあ、ゲームの高音域が刺さってうざいみたいなところは起きにくいんじゃないかなって思います。で続いて中音域に関してはもうとにかく癖がなく、もうそのままを鳴らしてくれるような音作りです。まあ、ボーカルに味付けもなく、まあ、ボーカルが近くも遠すぎることもなく、もうそのままほんと鳴らしてくれるっていうようなですね、味付けの本当にない中域かなと思います。最後に低音域、ここはねちょっと盛られつつ分離感もなかなかこの低音域があるので、まあそれも相まってかこうスピード系の曲との相性がいいんじゃないかなって個人的には感じました。まあローがすごい深いところからもちっとねちっと出てるわけではないので、そこを求める人からしたら物足りなさみたいなのはあるかもしれないんですけど、低域のねこのキレの良さというかすっきりした感じが個人的には深いとこは出てないけど一音一音ローもね聞きやすいなと感じたポイントになります。
まあ、全体的な音作りとして感触系みたいな、ちょっとこうすっきりしたテーマこうもがっつり強調してるというわけではないので、音の傾向としては嫌いな人がかなり少なそうなイメージがあるかなと思います。まあ、前に紹介した MA Pro 1000に関しては結構ねフラット寄りだったんですけども、このイヤホンはあそこまでこう味付けがないわけじゃなく、やっぱこうね金属特有の響きとか低音も若干出てるっていうところで、聞いてて楽しいイヤホンは圧倒的にこっちかなって思います。ということで以上、今回はナイス HCK から登場した F1 Pro をご紹介させていただきました。音質はもう間違いなくいいし、まあ、すっきりした感触系の聞きやすいイヤホンになってると思います。やっぱね金属筐体のこのね独特の高音域の鳴り方っていうのがすごい好きで、まあ、OH-10S はね落として粉々になったんですけども、こいつもなかなかやりよるって感じですね。まあ、弱鈍シャリっていうところで、まあ、嫌いな人はなかなか少ないんじゃないかなと思いますので、いいイヤホンとかにも置いてないと思うんで視聴ができないのがちょっと残念なんですが、ネットの評判とかね見てもらうとなかなか良かったりするので、気になる方はぜひ調べてみてください。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、 X のフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。